毎週木曜深夜3時から放送中、木曜ジャンク2カンリング竹山生ダメラジオポッドキャスティングです。さあ、今週もえ3時からの生放送が今終わったばっかりで、ポッドキャスティングのね、録音というか収録というかこれに入るわけですけども、今週はあれやったね、あの、なんかみんなの一番好きなラジオ番組は何かって送ってくれってことでえもらったんですけども、なんだかんだで答えは、まあ東京は別に取ってないんやけど、圧倒的に 内さんの番組が多かったという結論になりましてえー、すごい来るよねそれはね本当にびっくりですよなでもちょっと意外な番組本当にいっぱいやってなかったあのー、ちょっと嬉しかったのはねあの俺さっきの生放送,も放送中も言ったけども武田鉄矢さんが朝7時半から月曜から金曜の帯で番組やりよったというのがねえー、今朝の3枚下ろしというまたいろんなニュースを武田さんが下ろしていくわけですよこれきっと。 分かんないけどただ、どこの曲かは書いてないですよね、どこなんやろうな、いろんな話、進んでしょうねあの、文化放送でやるようにはね、はあ、も,もうちろん僕もお世話になってますけども。ということは、武田鉄矢さんは毎朝7時半に四谷の文化放送にやってくるってことでしょう。生かな、録音でやるのかな。 いやーど録音かな朝日社に武田鉄矢さん来ないかなあんまり怒られちゃうかな俺貼 <laughs> <お前> <laughs> ってみようかな一回俺一回だけしか会ったことないのよ武田鉄矢さんってあのー、なんか、ねあのー、ダウンタウンデラックスの特番かなんかの、ね、クイズ番組をやった時にももうでも芸能人がね、50人ぐらい出ててでひな壇が5段ぐらいあって俺一番上の席なのよで、武田さんは一番前の席で多分話せないなと思ったらあのー、スタジオに入る時かなんかに、ね、武田さんが「 俺のことを見つけて竹山よろしくお願いしますって言ったらね「お,お前福岡どこか?」って言われて、ね「<laughs> あ福岡のあの城南区って,ってことこですあお前ジョナンクか」って言いながらこう地元のトーク「<laughs> 俺は雑種の熊やもんね」みたいなね <laughs> もう地元しか巻かないようなそんなトークでね軽く盛り上がったんですけどいろいろ面白い番組もいっぱいやってましたね。 好きな番組何かとかいうのも聞くのもあの今日はみんなリスナーがね真面目に結構答えてくれて、えー、ふざけたのがあんまなかったですね、えー、例えばねこのメールもこれ読みますかじゃあこれ行きましょうか、えー、ラジオネーム、えー、無敵艦隊から、えー、好きなラジオね間違いなくないないさんのオールナイトですとその後に竹山さんのラジオを聞いていますとほう 僕は6年ぐらいのヘビーリスナーなんですけど毎回毎週最高の面白いフリートークもプライベートのことや長年の絡み続けている出川さんとか鶴瓶さんとかも出てくれるし熊田さんのことまで話してくれると何よりネタのコーナーが面白いと何で面白いかというとやっぱりはが職人が、えー、どこのラジオよりすごくうま、えー、いですと。 ネタのコーナーが面白ければ続く特にナイナイさんがすごいのはエロネタエロ単語を毎回ぐらい言ってネタにも実名でタレントを使っても長く続いていると、うん、はあまあ確かにね昔僕が聞いてる時期もそうでしたねはあなるほどね特にハガキ職人がどのラジオよりもすごいとへえハガキ職人来てくれんかな <laughs> <laughs> 別に、ね ネタのコーナーとかないけどさ、あのー、とりあえず来ねえかな、それか、そうだ、あれだよ、あのね、今日生放送の中でね、あのー、JWAV でやっている木村カエラちゃんのラジオ、大前レディオが面白いと、送られてくる、<laughs> 送られてくるネタメールは死ぬほどつまらないというのがねし、死ぬほどつまらないのですがっていうラジオネーム、広島の仙人からも来てるんで、ナイナイさんところの歯学職人が、J、JWAV の木村カエラちゃんの大前レディオに行って、 このネタのコーナーをもの,ものすごい面白くしてやればいい <laughs> <laughs> そしたら見事うまくいくじゃないですかでもこの広島のね木村カエラちゃんのファンである広島の千人の面白いところはでも24時半から,だからつまり夜中の12時半から木村カエラちゃんのラジオは始まって聞くわけよでも1時からは爆笑問題さんのカーボーイズ行くわけよ <laughs> <laughs> だから30分しか聞いてないっていう、ね、<laughs> さあ、打ち切り出したね面白かったなちょっといろいろ。 なんかいいラジオになっていかないかんのかなまだ、あ、あんまいいラジオとか言うとねまたこれもちょっとないいラジオなんかならなくていいかこんなもん、うん、ノープランで <laughs> 好きな時やればいいよないかいいか俺ちょっと一番大事なこと忘れとった俺頑張っちゃいかんのよ <laughs> 俺ちょっと本当にこのラジオ頑張ろうと思いよった <laughs> そんなんダメやんだら,だらやっとるラジオをやりたくてやっとるんやからだらだらやりますよ本当にあのー ビールななんか飲みながらねやればいいよ、ね、あの今日もこの生放送に来る前にねあの家でねちょっと飯食ったんですけどねあのちっちゃいビール飲んだからね間髪入れずに「<laughs> いいだろ」うなんて思いながらね <laughs> まあでも酔ってはないから大丈夫ですよ今日は酔ってないです大丈夫です、えー、まあ誰々やればいいか今日はあの生放送中にね初めはあの第1回目の放送 をちょっとかけたんですけどかけたというか聞いてもらったんですけどあの外でさやったやろあの第1回目はあの四谷の文化放送からずっと TBS まで歩くとってことでそろそろ外でやろうかなんかあのー、ダメやねスタジオでさこの冷房を聞いた中でさやるっつうのもさやっぱりそろそろ俺雨も梅雨時で降るやろうしね温度も暑くなってくるやんそしたら俺っていう人間はやっぱりよりきつい状況にいかないかんと思うわけ ちょっとやっぱ基本は外やったわけやから、第1回、第2回で外でやったんやから、そろそろ外考えようよ。どこでやるどこがいいかな場所。あのー、これ募集とかするとね、またほら、このラジオもさ、日本全国聞いとるから、北海道来てくれた、九州来てくれた、四国来てくれた、沖縄来てくれたと。行くのはいいけど、その金、金、くれよと。交通費出してくれよと。俺、俺だけじゃ無理なんだぞと。大人が多分5、6人行くことになるけど、 その交通に出してくれんなら行くけどって話になっちゃうからさ、できりゃあのー、東京都内がいいね。それが帰れるからね。帰れるというか、まあそんなお金がかからんところで、それくらいのお金だったら TBS さんも出してくれるだろうという。ことやけど、どこがいいんかなちょっと考えるかな逆にリスナーはさ、お前らどこでやってほしいんかななんかあるんかなそういうの、ここでやってくれとか。あのー、あれ、 俺ちょっとと恐恐る恐るねな、あのー、なんとなく自分で考えたら俺がリスナーやったらよ俺があるラジオあるラジオっていうか何でもいいからラジオ聞聴き寄ってお俺と同じようなことを言おうパーソナリティがおったらどこでやってほしいかと考えるとやっぱそいつの自宅からやってほしいよね <laughs> そいつの自宅からやるか <laughs> 生はだめラジオ <laughs> でも自宅からだとな彼女とか怒るやろな <laughs> ちょっと難しいかな自宅。 あんまギャーギャー言えんしね。やっぱりあの、ね、普通のマンションやしね。ちょっと考えましょうか。自宅の近所とかさ。なんかよく行く飲み屋とか。<laughs> とりあえず外で近いうちやりましょうよ。ちょっとぬくぬく,ぬくとしすぎたね。ちょっとダメですわ。ほんとに。ちょっともう一回あの、ビシッと鍛え直しますんで。<laughs> さあ、そういうわけでね、あのー、来週ね、これもう一回言っとこう。 来週ね、あの、この、ポッドキャスティングしかちょっと聞いてないやつがね、両方を伝えますよ。えー、来週のね、カンニング竹山生ダメラジオなんですけども、えー、スペシャルゲストを呼びます。えー、それ、誰かっていうと、えー、今、一押しのものまね芸人、加藤恵。これね、女のね、ものまね芸人なんですけども、この加藤恵を呼んで、そして、いろいろものまねをしてもらうんですけども、ただものまねしてもらっても、まあ、よく、く、あるパターンですから、結局、芸能人とやっちゃおうスペシャルと。 いうことをやりますこれねちょっと意味が分からないやつもおるかもしれんけど加藤恵がねモノマネがまあ似てんのよ本当に似てんの、えー、例えば小倉優子ちゃんとかゆうそなちゃんとか宇多田ヒカルちゃんとか山口萌衣ちゃんとかもう,もうそうそうたるねメンバーまだまだレパートリーあるんやけどそのねものまねをしてもらってしてもらって放送するだけやったらまだこれねちょっと脳がないということでお前らリスナーからね電話をもらおうとまあ電話もらおうというかまあ 電話を応募して、で、当たった人というか、その中で採用された人と電話をスタジオと、お前らの,の家と繋ごうと、まあ家か携帯か、繋いで、要は加藤恵に、僕すいません、ユンソナのファンなんなんですけど、ユンソナちゃんでちょっとトークしてもらえませんかと、ただし、ちょっとエロいトークもありでと、<laughs> いうようなことをやりたいと思います。すごいよ、あのー、俺も楽しみやけどね、レベルはかなりのもんよ。多分これね、 加藤恵も出てくれるの OK やからいいと思うんやけど多分モもマまね芸人にとっては禁じ手やと思うからねやっちゃいかんことを <laughs> やってもらおうということで、まあ、加藤自体はちょっともうノリノリですから加藤がノリノリなら俺もノリノリでやろうということでこれどんな放送になるかちょっと楽しみなんですけども間違いなくあのー、青少年のリスナーはあ、青少年はだめなのかあ聞くのはいいのか聞くのはいいんですよ。電話 を繋ぐのは18歳以上ね。これ約束しろよ。必ず18歳以上。でも聞くのは、えー、18歳以下でもいいですけども、正直言うとね、お前らね、今来週、すっげーエロいぞ。<laughs> 多分、今なかなかね、こういう放送やったらね、怒られると思うよ。でもね、すっげーエロいぞ。<laughs> 昔俺が学生時代聞いてたトンネルズのオールナイト日本。これではね、あの、 なんだっけなちょっとテレホンセックスまがいのコーナーあったよね <laughs> なんかあののりたけさんとリスナーの女の子とそう <laughs> いうことか高橋さんとリスナーの女の子ってさ電話でつないで <laughs> なんか本当にテレホンセックスじゃねえかってことやってたよね <laughs> そんなんさ聞いてさそれは興奮したもんですよあの当時俺はね <laughs>、えー、山陽かなんかのねラジカセをねベッドのところに置いて聞いてたんですけどねもう それまでやるとまで怒られるけど、もう本当、それに近いようなことをやろうと思います。俺、このままね、もしこの,ラこの生ダメラジオがね、うまくいって、長年続くとするやん、そしたらね、俺、多分ね、鶴光師匠のようになると思うよね、<laughs> <laughs> エロと言いや、竹山みたいな、<laughs> それも困ったもんですけれども、まあ、だ鶴光師匠みたいになれれば、それ立派なもんですから。 とりあえず、来週、片尾めぐみに、いろんな人になってもらって、そして、リスナーと電話をつないで、ちょっとエッチなトークとかを、えー、したいと思います。宛先を言います。まだまだそれ募集しますんで。いいですか初めに言っとくよ。必ず18歳以上ね。18歳以上の人だけ今回は応募する権利があります。宛先は全部小文字で、ダメアットマーク tbs.co.jp。ダメアットマーク tbs.co.jp です。ダメの続いは dame です。 えー、今回はね必ず18歳以上そして、えー、氏名年齢住所そして忘れずに電話番号を書いてこっちの方にどしどし応募してください本当にリアルやからねそれちょっともう人数はちょっともう正直時間の関係もあって、まあ、1人か2人か3人かになると思うけども必ずあのこれはあのリアルなことになりますんでお願いしますいいレパートリーをねもう一回ね言うよえー 加藤恵美がゆんそなとのかわいいエッジ小倉優子との甘えん坊エッジ宇多田ヒカルとのテンパリエッジ山口萌とのイライラエッジ、えー、宮里藍との冷たいエッジ松野明美とのうるさいエッジ仲間由紀恵との叱られエッジ優斗のバカにされエッジデヴィ夫人とのマダムエッジとほかにもまだまだね佐藤玉恵さんやね松井直美さん重い香りさん片瀬里乃さん え山瀬まみちゃん、ぼあちゃん、えー、深田恭子ちゃん、ちょっと変わったところでは、やらちゃんなんていうのもね <laughs>、<laughs> <laughs> ありますんで、この中から、今言う、俺がね言ったリストの中から、誰とエッチな会話をしたいか指名して送ってください、でもお前ら誤解しちゃダメなのは、誰とって言っても、基本的には加藤恵みやからな、<laughs> その本人が来るわけじゃないから、それだけはちょっと忘れずに、<laughs> 覚えてください、必ず18歳以上です、それだけは守ってください、お願いします。 ちょっとね、じゃあ、あのー、実際今日生放送の方では、加藤恵美のね、レベルというか、こんなモノマネうまいんだぞということを、加藤恵美のとこ、うちのディレクターが行ってわざわざ声を取ってきたのを流したんですけども、このポッドキャスティングではまだ聞いてないんで、一人だけ流します。加藤恵美のレベルを言います。いいですかお前らよく聞いとけよ。じゃあ、これ流しましょう。私は、今夜は、あなただけのものになるよ。 たっぷりと楽しい夜を過ごしたいから私のこと可愛かったねすごくねこれあの間違いないユンソナじゃねえぞ加藤恵だからな間違いなくこれはあの加藤恵です逆にあの本物のユンソナはこんなこと言ってくれねえからでもこの声でさ自分の携帯電話でさ自分が喋ってさこう会話したらもう絶対そのつもりになるやん ね、お前らね、その自分のリクエストをするやつの写真とかさ、ポスターとかを置いてさ、あれやったらさ、お前らあのー、マネキン買っちゃえよ。<laughs> どっかからマネキン買って、顔写真だけ貼ってさ、そして加藤恵と喋るのよ。すげえぞ、これ。えー、ラジオ初の企画じゃないですか。<laughs> こういうのをやりますんで、えー、皆さん、どしどし応募してください。え、いい、18歳以上ね。 18歳以上で、えー、氏名、年齢、住所、そして電話番号、そして、えー、誰と喋りたいかというのを書いて送ってください。お願いします。はい、えー、っとね、6月8日。6月8日までに。あ、放送間違えちゃ放送が6月8日から。来週だから6月8日だ。6月8日までにじゃあ送ってください。お願いします。さあ、ということで、終わりますか。日は。とりあえずじゃあ、外でやることをちょっと考えます。 もうちょっとスタジオばっかりやったしねえー、外でやってその時のポッドキャスティングも多分外でやることになると思いますがちょっとキンキンに場所を考えてどんな放送をやるか考えてやりましょうか来週はとりあえず加藤恵が来るけどもということですじゃあ終わるかな今日は終わりますか俺たまに思うんやけどさこのまま終わらんでさ5時間ぐらい喋ったら流すんかな <laughs> <laughs> ずっと <laughs> そんんなには喋れませんけどもよしじゃあ終わりましょうはいえー、なんか名れ惜しいけど他ちょっと待って言うことなかったかな言っとかねえかんことだ DVD 買ってくれってことと <laughs> DVD が全然売れとらんこととあとねあこれあそっかこれよ「キラれマツコの一生」って見たすげえ評判いいよ本当に俺も見たけど面白いよえー ラジオネームポンズからもうね、えー、見たらしくて「ケ、えー、ラレマツコの一生を見に行きましたよ」と中谷美紀さんに「せからするくせに校長には頭が上がらない、えー、竹山教頭の小物っぷり大いに笑わせていただきましたと」というメールも来てます俺なかなかの、あのー、名演技らしくて <laughs> 嬉しい限りですよねなんかいろんなことが舞い込めばいいけどねこれねいろんな映画がね舞い込んで、あのー、カンヌとかいけんかな間違っちゃってなんかそんなトントン拍子にな,ならんかな カンヌの赤じゅうたんかなんかでさ、なんかあのー、エロいこと言いたいね、言っちゃいけないことね、あのー、っらもカンヌから生はダメラジオですよ、今日はカンヌからお送りしますさっきブラッド・ピットがおってさ、あいつめちゃくちゃチンコでけえなみたいな、ブラフィのチンコみたいなことで、怒られるわ、もう。 まあいいわ。ということで、えー、今週はここまでです。毎週木曜日深夜3時から放送中、木曜ジャンク2カンニング竹山、生はダメラジオを聴いてください。